七尾城後入り口七尾城は、能登国鹿島郡七尾にあった、日本の城で、国の史跡に指定されている。七尾湾が一望できる、イスルギ山系の北端の標高300メートルほどの、尾根城にあり、その尾根から枝分かれする幾筋もの大小の尾根にも、無数の砦を配置した、大規模な山城である。七尾という名は、七つの尾根から由来されるという。別名として、 松尾城あるいは、松尾城と記した資料も残る。これは、城が七つの尾根の内松尾に築かれたためである。いずれも、尾根伝いに配された車を連想させる。室町三寒冷家の七尾畠山市の初代当主で、能登国守護の畠山万行が、象徴年間頃にこの地に築いたと思われるが、当時の七尾城は、取り出程度の規模と見られ、 行政府である守護所も府中に置かれていた。次第に拡張、増強され、以後約150年間にわたって、両国支配の本拠となり、五代当主である、畠山慶い多すの頃には守護所も、府中から、七尾城へと移されたという。その後、畠山吉族、畠山吉綱の頃に、能登では、戦乱が続いたために増築され、最大の縄張りとなったと言われる。 三六二、城下町、千門万戸が一里余りも連なり、山頂にそびえる七尾城の異様は天宮とまで称されたと記録に残っている。日本語大山城の一つに数えられるほど強固な城であった。1576年に、能登国に侵攻した上杉謙信に包囲される。謙信は、かつて、人質として差し出されていた。 上条正重を新たな畠山氏の党首として、擁立し、かねてから乱れている能との治安を回復するという、大義名分のもとに能と攻めを開始。七尾城は一年にわたって持ちこたえた。しかし、重臣同士の対立の末に擁立されていた若年の、党首、畠山春男丸が、超俗連、遊佐続う、ぬくい陰たからの対立を収めることができず、 結果、七尾城は孤立し、最終的には、遊佐続行の内容によって、徹底抗戦を主張した、長宇治一族が殺害され、同年9月13日に解除された。この際、上杉謙信が読んだ漢詩、9月13夜人中作、は、非常に有名である。しかし、実際にはこの詩は、上杉謙信が読んだものではないと言われている。 越中国と野登国をつなぐ要所である、七尾城は、後に、お田氏によって用され、城代として、関や長寄が入って政務に当たった後に、前田利家が入るが、すでに山城の時代ではなく、拠点を、小丸山城に移したため、しばらくこの前田利政が城主となっていたが、後、1589年廃城となった。2006年4月6日、 日本百名城に選定された。日本語大山城の一つとされることもある。古道うど丸、前田利家がのとに在国したおり、小丸山城に移ったため、現在の七尾市街地も、小丸山付近にある。従って、開発や災害などによる遺構の損失を逃れ、遺構が数多く残っている。低石垣を五段に積み重ねた本丸の石垣を、中心に、 各車の石垣のほとんどが現存する。そのため、山城の歴史上重要な遺跡として、1934年に国の史跡に指定されている。このような遺跡は他には、若狭の農地瀬山城しかない。2005年には、地中レーダー探査による七尾城の遺構調査が行われ、そこで柱跡などの遺構が確認された。城門は、 市内の最高寺に移築されたとされる。本丸跡から、能登半島と日本海がよく展望できる。畠山市と上杉鹿門の七尾城祭り登りが立つ時がある。能登守護の畠山市は、鹿島郡府中の守護館から七尾に拠点を移したため、付近のみならず軍外にも、複数の市場を持った。JR 七尾駅七尾城市資料館、七尾城市資料館七尾城,資料館七尾城。 七尾城跡、石川県。2013年4月3日閲覧。二人は別人であるとの遺説もある。後に、上条正重の長男と三男が、野戸畑山市の名跡を継承。関ヶ原での東軍参加の恩賞により、次男の長いは、野戸上杉氏別っを起こす。萩原幸子七つの魅力でとことん楽しむ。日本百名城巡りの旅。 学研プラス。ISBN 9長7840億5916万1288三番歌詞、空行く、狩りの声悲しが、直江監視、春かり我に似たりや献身和歌、枕に近き初狩りの声との関連で、七尾城を彷彿させるとの説だが、ああ、七尾城作詞者の高橋は、古城については、城のモデルにつき明言していない。 ありがとうございます。